金田中右衛門さなる大店でございます。今日はアンティークものをご案内しようと思います。アンティークでも珍しいちょっと綿のものとかもね、ちょっとあと綿と何かが混ざっているっていうものもありますので、それを中心にご案内させていただきます。まず第1点目です。こちら紫色ですね。紫の地色に矢羽柄です。綿 100% だと思われます。これちょっとねはっきりわからないんですけど、多分これは綿 100% だと思います。5474-24250、お値段は税込み1100円になります。一応身丈測ってありますけど、アンティークものはほぼほぼみんな短い小さい、そういうものですね。身丈が132、雪丈58、前幅22、後ろ幅が 28.5、 袖丈30cm で丸みのあるお袖になっています。お袖のところがね、もう日常着ですのでね、袖丈も短いですね。丸みがあります。でこれが裏がついてまして、裏は綿がついてました。はい、こちら胴裏のとこですね、綿になっております。こちら黒地なんですけれどもね、細かい柄になっています。ちょっと見にくいかもしれないんですけれども、灰色と赤で細かい模様が出されていますね。これもね、綿 100% じゃないかなと思います。言い切れないのがもどかしいんですけれども、多分そうだと思います。これは、ね、裏がついてなくて一重仕立てですね。5474-23064、身丈が140、雪丈59、前幅22、後ろ幅が30、袖丈43cm でお値段は1650円です。消費税込みになってます。こちらですね、一重仕立てで片手のところだけ綿の布が付けてありますね。こういうものです。はい、こちらが紫地に赤、青、黄色、白で模様がなされています。これは多分ね、紅色に近いかな。綿の雰囲気とてもあるんですけれども、何かが混じってる絹と綿とか何かね、そうやって紅色になっている可能性があるなと思います。5474-24287、こちらお値段税込み1650円で、身丈が143、雪丈60、前幅 22.5、 後ろ幅が 27.5、 袖丈 60cm です。これも裏が綿で貼ってあります。こんな感じですね。裏地も綿になっています。今日はアンティークものをご案内させていただきました。リサイクルでアンティークが入ってくる確率っていうのがだんだん少なくなってきております。アンティーク探してるよっていう方がいらっしゃいましたらね、お近くの方でしたら煙鉄バスさん利用していただいて、煙鉄ストアさん、サナル大店というところに停留所ございますので、そこで降りていただいて 100m のところにこの小さいお店がございます。お車の方はこの建物の裏側に1台のみなんですけれども、駐車場ございます。あとオンラインショップっていうのもね、金田中右衛門やっておりますので、お時間のある方はそちらもぜひぜひ覗いてみてください。ありがとうございました。